玄関屋外展示場に保存展示されている D601 蒸気機関車山口県立山口博物館は山口県山口市にある山口県立の総合博物館自然科学及び歴史を扱っている主に電気や科学などの機械実物展示や模型展示、動植物の標本大内市、毛利市の文化遺産などがあるほか、 鉄道車両で山口線の模擬運転ができるシミュレーターが設置されている。開館100年を迎えたリニューアルでは、ティラノサウルスの骨格標本や動植物ジオラマなども常設された。展示施設は本館と別館で構成され、屋外にも化石や古墳時代の石棺のほか、かつて山口線で使用された d 6 0系蒸気機関車が展示されている。 1912年4月に開館した傍聴教育博物館と1946年4月開館の山口県立科学教育研究所が統合され1950年7月に総合博物館として発足1979年の山口県立美術館開館に伴い美術部門が分離される1967年に改築が行われ10月に 鉄筋コンクリート建ての新館が開館する。2012年に展示室改修と新しい展示品の導入が行われる。3月に開館100周年記念式典が行われ、記念テーマ展山口博物館100年の歩みが始まる。山口県庁のすぐそばにある。ありがとうございます。